おはようございます。高橋メアリー純です。そして母のてんちゃんです。おはようございます。よろしくお願いします。今日は実家で食べてたリアルなカレーを母に教えてもらうと思うんですけど、うちの実家のカレーはなんとグリーンカレーなんです。グリーンカレーということはココナッツミルク使ってるカレーです。それグリーンなんだね。お母さん作ってくれたグリーンカレーがいつも美味しくて大好きで、それから私グリーンカレーが大好きなんですけど、でも作り方って教わったことなかったんで、今回初めてちょっとグリーンカレーの作り方教えてもらうと思うんで、よろしく。はい、超簡単ね。超簡単、ほんま。OK、 じゃあ作っていこうか。はい、とりあえず生姜、生姜が一番大事ですね。生姜一番大事なんや、はい、これをどういう切り方で、これじゃないで、大きめ、潰す。ほとんど食べないもんな、生姜。うん、食べない。じゃ食べたかったら小さく切っていいの。そう高いよな、このキッチンの台。高いな。やりやすいっちゃやりやすいけど、潰すのはやりづらいな、多分。腰に全然優しい、このキッチン。家のめっちゃ低くなるから。それ切っていきます。切っていきます。うるさ、これ。木じゃないと。お姉ちゃん、料理うまい？うん、あの素材がいいから料理全然してない。茹でる、焼く、スパイスとかのおかげでただかけたら美味しくなるっていう。しばらく食べてないな、姉ちゃんの料理。姉ちゃんの家やったらサラダが多いな。サラダ絶対つけるな。サラダ、次は人参。あ、これ火つけとく。これせやな。これも皮むかへんの。うん、洗ってるもんね。でもね、もうね、これ小さいからこれぐらいの大きさで、これね、こういう縦、縦がいいかもしれない。みんなね、食べさそうからもう綺麗にしよう。すごい長くてもいいのか。赤青いの。味噌汁めっちゃうまいと思います。多分だし普通にちゃんと取るんで。いや、わかんない。でもすり流しとかも好きです。だし使ったやつ好きです。なんか一時、いや今も油取るんですけど、一時油をめっちゃ抜いてる時期に、どうやったら美味しくなるだろうってなった時に、だしを使えば油とかなくても作れる美味しいのがっていうのが分かって、めっちゃだし取ってました。4時間ないとできない。でも本当美味しいってなってました。すり流しスープ、でもゆうちゃんに教えてもらった、なんかその鶏肉の塩麹焼きとかも最近そればっかり作って、つけてあと焼くか茹でれば美味しくなる。さっきこれね、あの軽く粉トイレはいつ？いざね、あとで、あとで。お、トマト皮つけ、塩とコショウ、ね、みんなコショウ好きやもんな。辛飯好きやんな、お母さん。しばらくは焼けなそうな感じの、煮込まれてる水分が反対反対して、ジューってなるイメージやったんやけど、パプリカです。イエローパプリカ、ビタミン。でも熱した時は実は赤パプリカの方がビタミンが多いんだって。あ、そうなの。熱した場合は色で違うみたいです。これ誰でも作れる、簡単すぎる。誰でも作れるものじゃないと私も作れない。お姉ちゃんは忙しいから簡単なのが好きです。中学生の時ワリボリばっかりしてて家にいなかった。家いない。ご飯の時間みんなと違ったもんな。ただカレーとかやったらすごいありがたかった。普通のカレーに憧れた。そう、普通のカレーいいなって、CM で見るやつ。でももちろんグリーンカレーも大好きなんですけど、それが当たり前だったんで、大人になってみんながわざわざグリーンカレーを選んで食べてるのを見て面白かった。子供の時からグリーンカレーやったら、ね、大丈夫、大丈夫、いい、大丈夫。まずなんとなく焼きました。ここから、今からココナッツオイルちょっと使ってください。これ硬くて開かなかった。私家で開かない時なんかドライヤーを置いてるやつ。できたやる。お前できたけ。強い強い強い。まだまだ若いな。若いよ。中火今。ココナッツミルクだからココナッツオイルの方が、あ、いいね。で、熱くなったら一番最初は生姜。これ全部入るんかな。しばらく少ない料理は下手くそ多い。6人家族やもんな、しかも10人15人分だ。でフィリピンなんてお母さんもともと7人兄弟で大家族、うん、一番上7人で、またおばあちゃんおじいちゃんそこの家、大体13人分をいつも作ってた。ご飯作ってた。でも昔あれやろ、
ご飯なくて貧乏でお店で使った油とかをもらいに行って有名なフライチキン屋さんで並んで、うん、あの油だけ買って、あとショーフィッて、あとパンの耳ももらってたの。そうそう、油とご飯を混ぜて、油さえ買えなかったからそう古い油もらいに行ってみたいな、うん、体にはねあれだけど生きる術よね。オッケーね、はい、これ生姜いい香り、うん、これぐらいの強さでいい。匂いが出たらニンニクね。初めからにいい香りがする。あのもっともっと。もっと。やばい。やばいで。やばいで。もう前混ぜて。匂い出てくる？粉オイルも生姜の香りもなんかする。なんかもうスイーツも作れそう。うん、体にいいね生姜。あったまるね冬。私の料理姉ちゃんあれやな。生姜の料理は、ね。めっちゃ生姜使う。ニンニクとね。おかゆとかな、それほんまにそれ作るかと思ってたけど、ゆうちゃんカレーがいいって言われて。フィリピンがゆってどういう？めちゃ生姜たっぷり使ってて、生姜たっぷり、また同じこれとこれとこれと、あまたチキン、インドみたいな、その生姜、ニンニク、玉ねぎが、玉ねぎが大事、ベースで使って、それがベース。で結構胡椒とかも使ってた、胡椒も、結構スパイシー、体ポカポカ温まるおかゆみたいな。食欲そそるお粥。みんな風邪ひいてるとき必ずする。ニンニクを投入。じゃじゃん。さらに香りが。うお。これ千葉先生のニンニクです。いっぱいあってうちに。じゃあ玉ねぎ熱いから。玉ねぎ投入。なんかもういい匂い。なんかカレーできそうな匂いする。なぜか。あのココナッツの匂い。やっぱココナッツの香りで。人参。入れる？もうこれが入れていいのね。そうそう。他の人邪魔くさかったらもうこれなしでまあ入れるだけ、うん、もうこうやって炒めない、まあ、炒めずにもう煮るってこと？みたいな全部入れて鍋にね、鍋フライパンじゃなくて、うん、じゃあ今フライパンでやってるのなんでなの？鍋と、うん、どう違うの？違うよ、見にくいカメラ。別に鍋でやっていいってことやな。じゃあ炒めんのなんでかわからない。なんか違うじゃん、なんかシスリンなんていうの？オッケーオッケー、行こう。見にくいで見てみ。確かに何も映らなくなっちゃった。確かに映りづらい。入れる？うん、鶏肉。そう、取れ入れてもらう。汁ごと入れる？オッケーオッケー。豆乳。紹興酒入れたよね、姉ちゃん。やったけど私の加減多すぎないようにしたけど。お湯の方がいい。これからスープが出るから。もっといっぱい入れて。これ一回ボイルして、ちょっとだけ水入れよう。で、姉ちゃん、だし。野菜だし。と、カヤナのアゴだし？だし入れるの？だし入れる、ね、カレーに一袋入れて、こうやって入れていいの？うん、全部。これカツオの香りがするね。アゴだし？魚？そうじゃあね、じゃあこれも入れてもいいの？お、もうモーミルク入った。パプリカとか後なんや。後で、またこれ違う、ココナッツやな。私いつもこれ買ってる。5人分だと1200ml って言われて、お母さんに。でもこれがあの1個200、薄い。姉ちゃん厳しい。それ私も姉ちゃんと一緒やったらコーヒーやったらノーミルクノーシュガー。嘘つけ。大丈夫だろう。しんちゃん見てるんだよ、さまみれ見てるよ。見てるで。でも入れてたん、いろいろ。ないでしょ。ないや姉ちゃん。ミルク砂糖入れてたやつ。コーヒーはエンジョイのに姉ちゃんやったら苦いビターだってコーヒーのもエンジョイするやんか。苦い何が飲めへん。飲まん。お父さんもお母さんもそう、甘党で言ってやるので、私がそういると入れないように気をつける時もあるんですけど、トイレとか行ってる間にふわーって入れる。砂糖とミルク、オーツミルクとかアーモンドミルクとか、あ、今オーツこれとかもオーツミルクも、まあ、それだけで甘くて美味しいよ。あと最近あれアーモンドミルク、アーモンドミルクのコーヒーうまくて、ね、アーモンドミルクラテ美味しい、うん、あそこら辺も健康的にはね、オーツとかアーモンド、いいと思います。アーモンドミルクのが脂質が高くて、オーツミルクのが糖質が高い。だから自分に合う方。みやちゃん結構オーツミルク、めっちゃオーツミルク、うん、好きです。味も好きで、七味入れる？七味、一味七味も一味も入れる。あいまいみ、あいまいみ、本当だから和のもの使うよね。私の料理やったら日本人でも食べられる、うん、これは一一味か七味どっちが好きって質問されたことあって、答えられます？分かんないね。別物？焼き鳥やったら
七味やな。七味、山椒。でも分かんない、私別物っていうのはあんま分かんないよ。これぐらいで適当に入れたんやけど今全然適当に開けるだけのはずが入れたんやけど、知らんかった、これ七味一味入ってたんや。たまに混ぜたわけね。井上さんの、あ、井上尚弥選手の、どうでした？いや最高でした。そう、見に行って会場に、あのいつも普通に本当にチケット買わせてもらって見に行ってんですけど、強かった、すごかった。だって相手がもうずっとガードあんな固くやってるのによくぞ KO で倒しましたな。パンチの音が遠くにいたのに遠くまでバーンって響いて、でびっくりしたらもうやっぱもう相手もダウン、ベルト4つ。だから本当にこれから井上さんの挑戦もあるし、引退まで全部見届けられるっていうのが本当に嬉しいです同じ時代にこんなすごい人だと思います。同じ時代にこう生きれてるのが超嬉しいです。楽しみがいっぱいある。スケール1だったら今も選手、やっぱり久村兄弟、イケメン兄弟、浦部兄弟に続くイケメン兄弟。なんか一回妹と前甥っ子と K-1 見に行った時に、その日久村兄弟出てなくて、ちょうど私たちが隣に座ってて、じゃあ前が結構やんちゃするけど、なんかすっごく優しく対応してくれたんですよ兄弟が、うん、それもあってめちゃくちゃいい印象いい人、イケメンでいい人って言うと私、久村兄弟めっちゃいい人みたいな。それもあってキックとか通いだしたの？実は最初アクション映画をやったのがきっかけで、キックに通い出して生を見たい、初めて見たのが K-1 で、本物ってすごってなって、そこからハマって、初めて見た時に美しいって思って、めっちゃ綺麗、フォームとかも、まあ、体ももちろんすごい神聖さを感じて、あとその背中、こういろんな責任を背負ってるその背中がかっこよすぎて、もうドラマが見えちゃうんで、いつもこうなんか泣けちゃうから、それでもハマって見に行ってます。見に行くといつもなんかもらえる、お芝居にも活かせるっていうか、本当こう熱くなれるから、あんな熱くなれることなかなかないから。なあねちゃん、これ、うん、カレー簡単ようやな。だからカレー、うん、スパイスとか混ぜるのもありですが、日本のカレー、日本のカレー粉、うん、日本のカレー粉を使ってグリーンカレーになんねんな、お母さん、うん、そうそう、マジマジこれグリーン何やな、気になるな、なんでグリーンなんの。まあでもイエローでもグリーンカレーって言うもんな。普段からこのカレー粉で、お母さん、そうそうです、はい。だから言うたら私が憧れてた CM で見るカレーのカレー粉かもしれないですカレー粉は一緒やったかもクリームシチューみたい色が、そう人参の形も。だったらスープカレーになるね。いつもそうやもんな、スープカレーやったもんな、うん、家も置いといて。しめじ、え、他高橋家でなんか日本にない料理、お母さんフィリピン料理すごい作ってくれてたんで、本当にフィリピン料理はめっちゃ食べてました。アドボっていうやつとか、春巻き、春巻きな、日本の春巻きとちょっとちゃうな、日本の春巻きじゃないやって感じ。もやし、野菜、春巻きやな、もやし、カベツ、人参、これまた同じ、何でも、あとあのミンチ、ミンチの、ミンチのね、酢をつけてめっちゃ食べます、春巻き、フィリピンの人。あ、そう、あとディッピングは お酢。あとカッパエビセンもお酢つけて食べる、フィリピンの人たち。おかずになるよそれ。一回新幹線でお弁当買っておかずなくなったからカッパエビセン持ってるやんそのままみんなそうなるわな。親はめちゃめちゃジャンキーなんですよその反面教師ちょっと味見、皆さん行きます。待てまだ飲む前から熱い美味しい。でも確かにサラサラしてる、まだ。だから自分のココナッツ、なんか言うねん、ココナッツミルクの量が多かったんちゃう。じゃあそう、ちゃうしょ、ココナッツミルクの方が美味しいね。優しい、まだ待て胡椒言って、ストップで言ってな。結構お母さん結構胡椒入れるよな。 OK、 はい、すごい沸騰してる。このままでも食べれる今。そうあのご飯なくても食べれる感じする。スープカレーみたいな入れようか。入れる？うん。入れる？まとまってるだけ。ここのある。怖い。一瞬唐辛子に見えるな、これ。パプリカやけど。唐辛子って思ったら辛そうに見える。けどパプリカです。これ最高。
ゃじゃーん、できました。美味しそう。どうですか姉ちゃん、めっちゃ色も綺麗、見た目綺麗やろ。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。めっちゃいい匂い。お腹すいたわ、今日何も食べてへんわ、うん、こんな感じいけるで、またおかわり。ちゃ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 、こんな感じです。いただきます。サラサラやな、スープカレーやな、もうこれこうつけて食べるのもありやね、うん、じゃあちょっとスープもと入れようか。うん、うまっ。久々、生姜大事なんが分かる。めっちゃ生姜おいしい。これもお姉ちゃん飲めるからね、うん、スープカレー、うんうん、めっちゃおいしいわ。食べたことの味ね。食べたことあるね、私は。こんな、あ、いえいえいえ、でちゃう。I mean レストランとかないでしょ。でもまた違うよな、うん、そのオリジナルな。レストランのも美味しいね、カレー大好きやから。うん、美味しい。美味しくて優しい。ココナッツオイルで野菜とかお肉炒めるのがまた美味しくなんねんな、ね、当時と味は一緒。一緒かな。なんか当時思い出しますけど、なんか洗練されてます。見た目とかも多分実家の時よりお母さん気使ってるやんな。実家の時はこんなカラフルやったっけ。違う、カメラあるから。そうやんな。うん、実家の時もめっちゃ美味しかったんですけど、なんか今回は見た目までなんかすごい綺麗で。みんなパプリカ絶対食べないでしょ、ストレート。ねえ、子供は、ね、子供な、ビタミン、これパプリカはビタミンいっぱいの。今まで知ってたよ。昨日したやろ。昨日したの。でもすごいわこれ、これ家で出てきたらめっちゃ嬉しいもん。うん、めっちゃ美味しい。あの出汁がすごい良かったね姉ちゃん。まあ出汁で食べやすいのかな。家やったらいろいろ出汁、麺、つゆいっぱい入れてる。あ、そう。これ簡単、あの2つだけ。あのナンプラの代わりに。全然違う味。日本人ナンプラ好きじゃないでしょ。うちのお父さんがね、うん、好きちゃうの。私は好きやね。そう、お父さんに合わせて和風になったってことや。ちょっと和のものを使うようになったんやな、うん、本来はナンプラとか、あのフィリピンのあれ何やっけ、エビのバゴン、バゴンっていうアンチョビみたいなやつ、本来お母さんすごい使うんですけど、お父さんあんまり好きじゃないな、そんな。それで出来上がったカレーやな。次回もお母さんに何か作ってもらいましょう。お母さんに何か作ってもらいましょう。なんかフィリピン料理が美味しいやんか。だから日本にないあの野菜、春巻き、春巻きもそうやし、アドボもそうやし、アドボも、シニガンとかおかゆね、おかゆも美味しいよな。あれは日本の人も好きやんな。あとフィリピンのデザートも好きやし、お餅、お餅、タピオカとお餅とさつまいもとみたいな、うん、バナナ。ちょっとずつレパートリー増やしていきたいです私は。またいつでもこれ作るわ。めっちゃ簡単だ。今覚えたな、できるな。うん、胡椒とか結構多めに入れんやな、うん、今日のはね5人前やな。そう、5人分でということで家で作ってみよう。で今度次回もまた何か教えてな。はい、ありがとう。ありがとう。いつもありがとうございます。はい、この動画を気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた会いましょう。